療養の給付は、同一の疾病または負傷について、介護保険法の規定によりこれに相当する給付を受けることができる場合にも行われない。労災保険または介護保険の保険給付は、健康保険の保険給付に優先して支給される。個人経営の法定業種以外の業種の事業所は、常時使用する従業員の数に関わらず、強制適用事業所とならない。一方、法人の事業所であって、常時従業員を使用する者は、適用事業所も非適用事業所も強制適用事業所となる。また個人経営で常時5人未満使用する場合は、適用事業所も非適用事業所も強制適用事業所とはならない。個人経営で常時5人以上使用する場合は、適用事業所は強制適用事業所とはなる。船員保険法の療養の給付の範囲は次の1から6である。1、診察。2、薬剤または治療材料の支給。3、処置、手術その他の治療。4、居宅における療養所の管理及びその療養に伴う世話その他の看護。5、病院または診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護。6、自宅以外の場所における療養に必要な宿泊及び食事の支給。70歳以上の高額療養費。表月28万円未満イコール個人ごと1万8000円、年間上限は14万4000円。世帯ごとは70歳未満と同じ5万7600円で多数回は4万4400円。70歳以上の高額療養費。低所得非課税も所得0円も個人ごとは8000円。世帯ごと低所得非課税は2万4600円、世帯ごと所得0円は1万5000円。使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払い期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。1年単位の変形労働時間制、対象期間が3ヶ月を超えるときは、以下のいずれにも適合しなければならない。対象期間において、その労働時間が48時間を超える週が連続する場合の週数が3以下であること。対象期間をその初日から3ヶ月ごとに区分した各期間において、その労働時間が48時間を超える週の初日の数が3以下であること。二次健康診断等給付は、労働安全衛生法の規定による健康診断のうち、直近のもの一次健康診断において、血圧検査、血液検査その他業務上の事由による脳血管疾患及び心臓疾患の発生に関わる体の状態に関する検査であって、厚生労働省令で定めるものが行われた場合において、当該検査を受けた労働者がそのいずれの項目にも異常の所見があると診断されたときに、当該労働者、当該一次健康診断の結果その他の事情によりすでに脳血管疾患または心臓疾患の症状を有すると認められるものを除く、に対し、その請求に基づいて行う。二次健康診断等給付の範囲は、次の通りとする。脳血管及び心臓の状態を把握するために必要な検査であって厚生労働省令で定めるものを行う医師による健康診断、1年度につき1回に限る。二次健康診断、という、二次健康診断の結果に基づき、脳血管疾患及び心臓疾患の発生の予防を図るため、面接により行われる医師または保健師による保健指導、二次健康診断ごとに1回に限る。特定保健指導、という、政府は、二次健康診断の結果その他の事情によりすでに脳血管疾患または心臓疾患の症状を有すると認められる労働者については、当該二次健康診断に関わる特定保健指導を行わないものとする。二次健康診断等給付を受けようとする者は、一定の事項を記載した請求書を、当該二次健康診断等給付を受けようとする健診給付病院等を経由して所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。二次健康診断等給付の請求は、一次健康診断を受けた日から3ヶ月以内に行わなければならない。ただし、転載その他請求をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。